はい、第97回左翼ランタン始めます。7月14日2022年ですね。ちょっと前回からですね、期間が空いてしまったんですけども、まあ忙しかったのと、バタバタしてたのとで、やろうやろうと思ってたんですけど、ちょっと遅れてしまいました。で、ですね、97回、今まで80回ぐらいまでは、まあ話す前にね、今日の為替とか今日の日経平均とか言ってたんですけど、これからはちょっとね、回数ごとに、為替なら為替、株なら株の日を使って、97回、今回は商品指標とかね、株式指標とか為替とか、それだけで97回終わりにしたいと思います。で、なんで今日選んだかっていうとですね、今日まあここに来て、まあずっとね、2月末、特にウクライナ情勢、ウクライナ戦争勃発してから、円安加速してたんですけど、2月後半は1ドル114円とかね、113円とか、それぐらいだったんですけど、一気にね、130円突破して、これはと思ってたら、今日ですね、東京市場で139円つけました。139円40銭近くまで円が売られまして、円安加速ということで、そのきっかけって言ったらあれですけどね、昨日発表されたアメリカの CPI ですか、これが前年同期比 9.1% かな、確かのインフレになってると、物価上がってますよってことで、インフレがね、ちょっと止まる、そう簡単には止まる感じがしないっていう感じで、まあドル高、一段の金利上げるんじゃないかということでね、アメリカが、FRB の方がね、そういう憶測もあってだと思います。で、これはもう140円は見えてきましたね、完全にね。今この時間、7月14日の夜7時、30分ぐらいかな、今なんですけど、今夜の7時の46分かですけども、1ドル138円90銭ということで、で、ドル円の方がね、もう円安、140円はおそらく突破すると思うんですけど、もしかするとね、150円なんていうこともあるかもわかんないですね、近く。はい、今のアメリカの、インフレ、そう簡単には収まらないでしょうし、もう金利もね、おそらく次回 FRB の決定で、また 0.75 上げてくるんじゃないかと思いますんで、そうするとね、日米の金利差だけでもね、どんどん開いていきますし、またその後もね、金利どんどん開いていく公算が強いんで、あとはそうですね、特筆するのがユーロドル。これがね、昨日、おとといあたり、2日連続でパリティ割ってますね。1ユーロ1ドルっていうことで、今、ユーロドル 1.0019 っていうことで、ほとんどパリティ状態。ここでね、揉み合ってる感じですけども、まあ、ユーロが頑張ってるような状況ですけども、これはね、1.00 割ってくるんじゃないかなと。で、まあ、ウクライナ情勢でね、ロシアからの、天然ガスの供給が、パイプライン、ドイツの方に張り巡らされてあるんですけども、それがね、今度7月22日ですか、今ちょっと止めてるんですよね。一応、修理というか、定期点検というかっていう名目で。それが7月22日に、本当に修理終わって供給が始まるのかどうかっていうことが、まあ、駆け引きがあってですね、これ供給、ロシアからの天然ガスの供給が途絶えると、まあユーロはもうユーロ圏大パニックになりますから、その時、もし供給途絶えたらですね、まあ完全に 0.9 ぐらいまで、視野に入ってくるんじゃないかなと私は予想してます。とにかく、まあ、言うなればドル高なんですけど、ドル高ユーロ安、ドル高円安、ドル高他の通貨に対しても、安いということ、他の通貨が安いということで、まあ、ドル高っていうことで、言っちゃえばそれまでなんですけど、まあ、ただ、その中でもね、日本円はちょっと売られすぎですね。これは、金利差、あと経済動向、他にもやっぱり地政学的なリスクっていうのも含まれてるんじゃないかなと。まあ7月8日の11時半ぐらいでしたっけ、
確かね、あの一方日本中駆け巡った安倍元総理、安倍晋三元総理のね、あの射殺暗殺事件がありまして、まあここまで安進むとね、日本売り、安倍総理が亡くなったっていうことまでも含めての日本売りっていうのもちょっと、まあ、それは関係ないんですけども、関係あるんじゃないかって思いたくなるような気持ちになってます。はい、円安ですね。はい、これね、今から夏休みで海外に行く方なんかはね、ちょっとゾッとするような円安水準ですね。まあ、ただでさえ日本はデフレでね、物が安くなっちゃってでなってるところに、アメリカとか例えばオーストラリアとかね、まあどこでもそうですけど、海外に行って外食一つすればね、いかに日本の物価が安いか、また日本の購買力が下がってるか、日本の給料が安いか、うん、給料が下がってるか、うん、っていうのが実感すると思います。はい、もう普通にね、ニューヨークあたりでね、例えば大戸屋のね、この間やったんですけど、サバ定食とか食べたら4000円5000円飛びますから、アメリカでもね、本当にハンバーガーのなんとかセットみたいなの食べたら簡単に10ドル、まあ、まあ日本円にしたら1000円とか1500円とか簡単に飛びますよね。はい、そんな状況でもう本当に日本人ね、海外に出てね、旅行なんていうのもちょっと行きづらくなるようなね、為替レートになってます。で、まあ特筆すべき、まあ他の通貨に対してもね、ドル高っていうのは進んでるんですけど、うん、一応そうですね、まあドル高、まああと心配なのが新興国ですね。やっぱりこうなってくると、今世界的にね、ドル高になって、その時に日本でさえ、日本っていう先進国でさえ、ユーロっていう先進国でさえこれだけ売られてるんで、まあ例えば先進国に届かないような国の通貨、例えば南アフリカとかですね、アルゼンチンですとか、まあ、先進国じゃないですけども、ブラジルとか韓国とかですね、まあ、韓国先進国って言われてますけども、やっぱり通貨は弱いですよね。今1ドル1300ウォンは超えてると思います。1310ウォンぐらいだと思います。はい、で1300がね、危険台って言われてるんですけど、それここ数日超えてきてるん で南アフリカのランドもね、まあ、今安くなってきてる、これランド円ですけども 8.10 ということで、まあちょっとランドが最近売られてると、日本円以上に、うん、感じで、また通貨危機みたいなことも起こりうる、今もう何が起こってもね、おかしくないような状況ではあります。で、株の方はね、日本の方は円安もあって踏ん張ってるんですけど、今日の終わり値が日経平均26,643円ということで、うん、でニューヨークの方、まだ今日は始まってないですけども、ダウ平均30,772ドルですね、昨日の終わり値で、今日はちょっとまた400ドルぐらい今、CFD 下げてますね。でユーロに至ってはイギリス、ドイツ、フランス、これ軒並みね、最近安いです。はい、もうどん詰まりですね、ヨーロッパも。イギリスの方は今日もね、0.82% 下げて7,097ポイント。で、ドイツのダックスですね、これが 1.06% 下げて12,621。フランスが、5,929 ポイントということで、これも 1% ちょっと下げてるんで、まあ、ユーロの株式もどん詰まりだし、はい、日本以上にね、ヨーロッパの方はね、株価下がってますね。ちょっとね、もうで恐怖指数は今27かな、ピックス27ぐらいなんで、まだ30届いてないんでね、ですけども、これがね、また株が一段と安くなって、為替が大きく動いてですね、これ新興国の株価、例えばコスピ、韓国のコスピですね、これ2322ですか今日、うん、だいぶ下がりましたね。これ3000ポイント超えてましたから、だいぶ売られてるんですよね、韓国の方も。これ心配ですね。中国はね、信用できないんでね、あの数字自体が3281っていうことでね、上海総合指数ですから、今日もほとんど動きなくっていうことで、これ完全にね、統制入ってると思いますよ。信頼できないんですけども、まあ世界的にこれ、まあアメリカの株価3万ドル割れっていうのはちょっと確実かなっていう感じはします、個人的には。はい、で、うん、
当面あの世界の株式市場為替市場はですね、これは7月22日にロシアからの、ヨーロッパ向けの、天然ガスの供給が途絶えるかどうかっていうのが一つのポイントと、あとは、アメリカの、ね、FRB の、ね、金利政策ですね、これが 0.5 なのか、次上げるのが 0.75 なのかっていうことと、はい、あと原油ですね、原油とか穀物市場、これの数字がどうなのかっていうことですね。今ちなみにですけども、天然ガスが、WTI の原油ですか、今原油はね、ここ数日売られてるんですよ。で、100ドル割ってさらに91ドル42まで来てます今 WTI の原油が。で、天然ガスの方は逆にちょっと戻してる、上がってきてる感じですね。 6.763 っていうことで、うん、ここ数日原油が売られて天然ガスが上がってるっていう形で、まあ商品手出す人はね、そういう方向になってる、まあ、逆の動きになってるっていうことを注目してもらって、あと穀物相場もね、ちょっと落ち着いてはきてるんですけども、穀物も原油エネルギー関係も、まあ一言で言うと高止まりっていうことですね。これウクライナ情勢も受けてですね、まあ、当面このウクライナ戦争すぐ終わる感じがしませんので、この高値圏でのね、揉み合いというか推移っていうのはね、もしかしたら、今年いっぱいぐらいは続くんじゃないかなっていう感じはします。はい、ということで、まあこんなとこですね。97回、今日7月14日、まあ月1ぐらいでね、為替と株の動向、商品市場の動向やっていこうかなと思ってますんで、まあ今例えば FX とかね、株式とかやれる方は参考にしてもらえたら嬉しいです。どうもありがとうございました。またお願いします。